ありがとうございます。感謝家の瀬戸恵子です。賢く生きる、今回は26回目、クレイジージャパン2です。日本だけしか知らないと当たり前に見える日常も、よくよく考えてみるとおかしいと思えることが実はたくさん存在したりしています。その中でもパチンコや宝くじのギャンブル場が生活圏の至るところに存在することは、犯罪のきっかけを作るばかりではなく、子どもたちへの教育上も良くないばかりか、楽して稼ごうとするギャンブル依存症を増長させることにつながり、規制をかけた方が良い要注意ビジネスであると言えます。昔のパチンコは技術によって勝利が決まる少額で遊べた娯楽でした。それがデジタル化によって何万円も投資するような大型ギャンブルにいつの間にか変貌していたのです。それはまさしく博打であり、パチンコ屋は賭博場です。そのような場所を生活圏の中に置いていることは、社会の構造としてはとても問題があるように感じられるのです。子どもたちには勤勉を進めながらも、朝の開店前からパチンコ屋の入り口に行列を作り並ぶ大人たちを見て、これから成人していく子どもたちはどう思うだろうか。私たち日本人は自分たちのお金を稼ぐ欲を満たそうとするばかりではなく、環境問題をも含めたもっと広い視野で社会を考え直す必要があるのです。また宝くじをギャンブルだと認識している人は少ないと思いますが、宝くじはれっきとしたギャンブルです。ギャンブルしている人は自己破産できない法律があり、宝くじの購入経歴が通帳にあったりすると破産申告は却下されます。面白おかしくテレビで大々的に宣伝されている宝くじですので、ギャンブルだとは思わず何も考えないで宝くじを購入していた人たちは、なんだかいつの間にか悪の仲間入りさせられたようで嫌な感じです。しかしそう思えた時がやめ時であり、ギャンブルという魔の世界からは潔く足を洗った方が身のためです。知的貧乏生活、賢く生きるのはお金の誘惑には騙されないので、初めから安心です。そう、何を言いたいかって、貧乏だとお金ないからこういうことにも関わらなくて済むよというところですね。で、本当にね、パチンコ屋ギャンブル普通に街中にいっぱいあるし、ね、昔と違って大きいですよ、単位が。でもやっぱりあそこはもう魔の巣だから、あそこに8時間も何時間、何時からですか、12時間とかいてお金を稼ぐっていう、あれはもうまずはすごいでしょう。あの電磁波があれだけ回ってる中で、あそこに入れる自体がやっぱり魔の人だから、そういうご縁ですよね。どこだっけ、徳島、四国の徳島行った時に、なんかすごくもうラスベガスみたいなこう大きなところがあって入ったけど、私なんてもう全然入ってすぐ出てきましたよね、入れないと思って。でもそのギャンブル場のオーナーが、健康ランドとかも作ってて、まあ徳島の一番のこう大企業、まあ、質はともかくなので、円をつけようと思って1000円だけやってみた。そう、なんかどうやってやるんですかっつって。でもあそこに少なからずも8時間とか、例えばそれ100万もらっても嫌でしょうね、私は。うん、だってその中に浴びる電磁波とか、要は命をこうお金で売ってるようなもんじゃないですかね。まあ、よく言うけど OL とかは絶対できないんですよ、ジムでこう座ってる。で100万もらってもやっぱり嫌だって。だって1ヶ月は1ヶ月と思うけど、私にとって1ヶ月は3ヶ月ですから、そういった意味で魂を売るようなことは嫌だな。
100万って言うとみんなすごいと思うけど、それによる例えばそういうのに加担してしまったとか、お金で気持ちを売ってしまったとか、そういうダメージの方が大きいですよね。この間、この今回の旅でチェルノブイリ の原発の時にいろいろこう不正っていうか隠蔽とかそういうのがあったけど、それを何かを水を抜けばなんとかなるっていうので行った人たちが2人いて、まあ、実話の話から作ったらしいんですけど、でもすごくもうこのなんていうの、皮膚とかただれてもう死にかけてるところに言ったのは、彼が言ったのは、痛いしこの肉体的にも非常に痛いんだけども、それよりも心が痛いのはそういうことに加担してしまった自分の人生とかね、なんかそんなようなニュアンスを言ってたんですよ。で今回もやっぱりこういうホテルにいると、ビジネスホテルだとワールドニュースとかもやるので、海外の情報とかもね見れるんですね。そうするとやっぱり同じお医者さんかなんかのコメントでも、ワクチン打つことに加担してしまった、分かってるのに参加してしまったのを後悔してますとか、やっぱそういうのをね言い始めてますよね皆さん。でなんだっけ、クレイジージャパン、だから本当クレイジーなので、それをほら3億円3億円ってテレビの、ゴールデンタイム、まずはねゴールデンタイムに例えば金貸しの CM とかが出るようになった時に、何十年前か、アコムさんとかですか、ああいうのが富士なんとかとか、今でも最近ないでしょ、わかんない、テレビ見てないから。それが最初にそのゴールデンタイムって7時から9時の時間にオンエアする時に弁護士協会がワンと動いたんだって。そんなところで CM したらどんどん借りて自己破産とか増えるからと、でも聞かずにやったでしょ。私子供の時に、まあ、10代の時にタレントみたいなのやってたんですけど、マネージャーと一緒にこうテレビ局回るんですよ、映画会社とかで。私プロダクションに入ったことないんで、個人の人が一緒にちょっと行くって言って、はーいみたいな感じでついてったんだけど、その時に多分大きな会社の偉い人が私に言ったのが、何があっても金貸しのコマーシャルには出るなと言われましたね、うん、なんでやっぱりそういうお金で魂を売るなみたいなところでしょうね。タレントさんたちも自分たち分かってないから、いろんな意味でだから分からないような感じなんですよ。20歳の手前で辞めた時に、周りを見渡した時に役者バカ、音楽バカ、モデルバカね、そういう意味ではそれしかできない、まあ昔のことで今放送禁止用語ですけど、肩はみたいな、私もうちょっとまともかなと思ってちょっとやめてみようというふうになったんです。でもし本当に必要な人間だったら戻るでしょうというところで、でもそれで自分探しとかいろんなことしたけど、やっぱりねそのことはできても他は分かんないんですよ。だから若くして売れちゃった人が不幸になるっていうのはそういうことで、だって分かんないんだもん騙されちゃうんだもん、そういう意味ではお金のなる気だしね。でもっと言えば芸能界ね、ハエネみたいなとこだから、売れてる時はみんなが寄ってきて、それこそ小室さんのなんか事件の時だって、僕のお金がどこ行ったか分かりませんってさ、そういう世界だから、騙し騙され権力ね、ハエナだから、ハエナって何、こういるこういうやつでしょ、だから基本的に魔なんですよ。どんなにこうおしとやかな女優さんでも、そういうのくくり抜けていく人じゃないと生き残れてないのでね、そういう意味では。でも本当クレイジージャパン、あとはもっとここには書いてないけど、ギャンブルもそうだし、アルコールが24時間売れるのも日本だけです。で今回はなんかそういうこともテレビでやってました。あとは何、お酒とかタバコを買うときに、ピッとボタンを押すけど ID チェックなんてしてないでしょ。でお酒を売るのは24時間だし、本来は、バーテンのライセンスとかお酒を売るのも、ソフトドリンクなんで、ソフトリカビールとかね、あとは例えばハードリカウォッカとか、ああいうのを売るにはもうお店あるにしたってリカーライセンスっていうのをアメリカとか取ってるわけですよ。そういうのもないでしょ。24時間お酒を売るってことはアルコール依存症を増やすってことだしね。クレイジージャパン、まあ、パチンコもそうですよ、街中にあってね、子供たちは不思議に思いますよ。そういう意味では賭博場だからね。で本当自己破産は出せません、ギャンブルですから。パチンコじゃない、宝くじは。で宝くじをだってさ、解放、なんとかしとかの解放とかね、どっか行くたんびにだってそういうの好きだからパラパラっと見るのよ、どういうこと書いてあるかとか。そうするとだって
宝くじと書いてあるもんね。地域なんとかもそうだし、普通の3億円なんとかもね。だからそういうギャンブルを推奨してるわけですよ、日本は。あとクレイジージャパンには何かの話でなったけど、例えば外国人が日本に来て駅でさ、痴漢は犯罪ですなんて、そんな当たり前のことをこんな大きなねあれで出すってどうよと思うし、今は規制されたからコンビニでこうエッチな雑誌とかね置かなくなったけど、つい最近まで置いてるでしょ、ポスターにしたって、うん、そういうのもそうでしょ。まあ、私からすると日本はほぼほぼ全部問題なので、今クレイジージャパン2だけど3あんのかな、3書いたかな、あ3書いてますね、うん、っていうところなので、そう、あとは盲点はインターネットカフェ、あと前だったら漫画喫茶ね、親は漫画見に行って漫画喫茶行ってくるから行ってらっしゃいに行くでしょ。漫画喫茶の中にいろんな本があるわけですよ。今だったらインターネットカフェで別に入るときに ID とかはやるにしたって、インターネット入ってしまえばアダルトなんていっぱい見れますからね。あなたは18歳以上ですか、かな、20歳以上ですかって入って押せばいいだけでしょ。それをインターネットカフェとか満喫行ってくるって、あ行ってらっしゃいなんていう、やっぱり親とか大人たちの監視が弱いっていうことよ。今は規制入ったらしいからあんま見ないけど、都会だと普通のフリーペーパー、アルバイトのね、フリーペーパー無料で見れるやつの横に風俗のとかの募集を一緒に置いてましたからね、最近まで。最近見ないな、都会行ってないのもあるけど。そうすると若い子なんて100円、100円とかだけど500円でも高い方行くでしょ。そうすると結局悪の仕事、ね、女の子だったらやっぱ女性というのが売り物になるわけだから、女性っていうだけで。ね、だから水商売にしてもなんだっけな、なんとかの桜とか何でもそうなんだけど、窓口は広いんですよ。今はもう女の子だけじゃないよね、ホストクラブにしたって何にしたって、今パパ活だママ活だママ活だっていうぐらいだから、でとにかくそういう まあね悪魔の仕事っていうのは窓口は広いからみんな入りやすいの、入りやすいけど出口はこんなだから出れないんですよっていうことなんです。なので何でもがその根本はだからこの貧乏生活をね推奨するぐらいだから、知的生活をね、だからお金お金お金で行く、でもその子供たちはお金、うちは貧乏だからこうだっていうふうに思うから、お金さえあればで、お金さえあれば幸せなのっていうのを植え付けてる人間、大人たちがいるってことでしょ。確かにお金で人の方はもう動かせますよ、うん、だってそういうふうになって資本主義の世界で、でも魂まで話をして、だから魂の勉強までしてないし、でもスピリチュアル系、もっと言えば大事なことは学校では教えません。ね、愛のこととかさ、お金のこととか、セックスのこととか教えないじゃないですか。教えない方が経済が回るからですよ。分かんないとこ手探りに行くでしょ。で、違う情報を教えるでしょ。そういう洗脳できるでしょ。っていうことなんです。本当に大事なことね、みんながお金であれでもお金じゃないんだよっていうところを教えていかないと、子供たちが将来の夢何ですか、昔だったら車掌さんとかさ、バスの運転手とか言ったの、もう小学校でエリート国家公務員とか言っちゃうわけでしょ、夢も希望もなく。でそれでまた今子供たちが自殺があるっていうことは、夢も希望もないから死んじゃった方が楽だと、こんな社会は嫌だって言ってるわけですよ。いじめもそう、だっていじめっていうのは子どもの問題は全てに人間なんていうの、大人たちの問題の凝縮ですからね、え、いじめる側といじめる側、いじめられるとか、まあ大体半々なんだって、うん、でいじめたことある人はいじめられたこともあったりとか、まあ、無視とかでもそうだけど、コミュニケーションのだって練習なんてしないわけじゃない。で世の中がうまく人間関係よく幸せになるような教育じゃない、真逆の教育をしてきたわけだから、当然の結果なわけですよ。そこに、うん、向き合うのはだから今のこのひどい世の中をまずは自覚していただかないとっていうところなんです。そんなはずがないと思っていて、ね、だって今までそうやってそうやってそういう教育されてたのが真逆でいくわけじゃない。で今だから焦って私がこの動画を出してるのは、どのタイミングかわからないけど、公に今の地球っていうか、まあアメリカもそうだけど、日本はこうですよ、世界はこうですよっていうのが公表される可能性があるんですよ。そうすると
今までのほほんと生きてきてしまった人はショック死とか躁うつ病とかパニック障害とかそういうのになる可能性大いにありますよね。もちろん自殺もね。なので免疫をつけてっていうことも、そういうこともあるよし、そうなんだよっていう、でも一回でも聞いてると、あ、そういえばそういうことを言ってた人がいたなみたいな、それだけでも全然違うんですよ、メール的に言えば。というところなので、クレイジージャパン、何がクレイジーなのか、おかしいのか、狂ってるってことですね。クレイジーっていい意味のクレイジーじゃないですから、そういったので、もうあのいつも同じようにあの帰る道とか会社行く道とか、何かアンテナを張ってよく見てみてください。ある映画で、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、ある映画があって、あるサングラスをかけてみると本当の意味がわかる。例えば大きな広告で、あ、体にいいのよこれってね、大きなポスターで書いてあるとするでしょ。そのサングラスかけると、お前ら早く死ねとか書いてあるわけよ。そういうのが映画があって、あ、面白いなと。またあのお家に帰ればね、あったらお知らせしたいと思いますけど、クレイジージャパン、一個一個、一番身近なのは本当コンビニでも何でもいい、買うときに後ろを見てください。何が書いてあるのか、で、なんだろう、だから何が書いてあるのかって見るだけじゃダメよ。それで調べてみてください。なんでこのカタカナのやつ、もっと言えば同じ、例えば何、豆乳はあれだけど、なんとか見たとか、2つ同じようなの買ってみて、2つ見比べてみてください。数が違う、入ってる数が違うとかさ、そういうのを見て、へーって、それを調べる、それを口に入れるわけだからね。ワクチンもみんなが安心じゃなくて、え、ワクチンで何が入ってるのって調べないとっていうことなんです。というところで、クレイジージャパン2をお届けしました。ごきげんよう。